チャウグナルファウ軍、チャウグナーフォーンとも、は、旧支配者の一柱。かつてはピレネー山脈に住んでいたとされ、現在ではツァン台地の洞窟でアニンゲンに祀られている吸血の増身。その体は、地球と同じぐらい古いと言われる生きた岩石でできている。ほぼ人間と同じ大きさで、人間に似た腕と肩、太い腹と足、先がラッパ状に広がった長い鼻、水かき状で触手のついた大きな耳、水晶に似た半透明の牙を持ち、部分的には象を思わせる。昼の間は石の玉座の上に鎮座した不気味な石像にしか見えない。しかし夜になると動き出し、その鼻と触手を伸ばして人間の生き血を吸う。通常の武器では倒せない。両生類を進化させてミリニグリという自分に仕える種族を作った。石像の活動開始に呼応してチャウグナルファウ軍の兄弟たちが出現するが、彼らは次元レベルで繋がっており実体としては一つの存在である。一体の受ける影響は距離に関わらず全部の兄弟たちが受けるので、一体を倒すことができれば全部を倒せる。